ここ3試合出場がありません。右の脇腹を痛めている阿部慎之助。スイングアウトの三振、ランナーがいない状況でここは阿部が出てきました。大歓声です。代打阿部がコールされました。東京ドームです。7月の2日でした。甲子園球場でのタイガース戦、右脇腹の筋肉を痛めました。3試合出場がありません。4試合ぶりの出場、代打で登場です。初球は見ました。ストライク。マウンド上は2番手の加賀、キャッチャーは鶴岡です。いいボール投げてますよ今日はね、まずその右の脇腹を痛めた阿部、今日は練習前初めて痛めてからフリーバッティングを行いました。痛烈な打球、一塁塁間に破った。戻ってきた阿部慎之助、代打で登場してライト前ヒット。そしてピンチランナー鈴木、今ベンチから飛び出してきました。いや、篠塚さん、阿部のバッティングいかがでしたか。いや、もう全然ブランクっていうかね、はい、試合空いてるような感じしないですよね。